ということで、さっきね、ちょっとした Vlog をお届けしたわけなんですけども、今回は20歳になったので5万円分文房具を買ってみたということで、購入品紹介をやっていこうかなと思います。なんとですね、まさかの5万円分文房具を買ってきたということで、かなり散財したわけなんですけども、まあ、正直に言ってしまうと、買った量ってっていうのはそんな多くなくて、一個一個のお値段がね結構高いということでね、まあ、最後はねとんでもないぐらい高いねペンが出てくるっていうことで、早速購入品紹介ということでやっていこうかなと思います。今回買った金額なんですけども、全部で5万3050円分ということで、マジでとんでもないよね。5万円分もね買うっていうのはね結構初めてなんじゃないかなと思うので、まあ、めちゃくちゃウキウキして帰ってきたわけなんですけども、早速購入品紹介していこうかなと思います。今回買った店舗なんですけども、銀座の伊東屋とロフトとハンズで買ってまいりました。ではね、早速やっていこうかなと思います。はい、ということで買ったものはこちらとなります。ここにね、カランダッシュって、ね、書いてある紙袋があるんですけども、勘の良い方にとってはもう察しがつくと思うんですけどもね、例のブツを買ってまいりました。まあそれに関してもね、動画の最後で紹介しようかなと思っているのでね、まあ今回はねあんま出さないと思うんですけどね、早速ねやっていこうかなと思います。じゃあまずはロフトで買ったものから紹介しようかな。ではやっていきます。まずはこちらですね、ペンテルのスマッシュのメタリックオリーブとメタリックマリンブルーと思いきや、なんとターコイズグリーンということでね、これ実はやらかしてしまいまして、本当だったらメタリックマリンブルーを買う予定だったんですけども、間違えてこちらのターコイズブルーを買ってしまったんですよね。完全に僕の勘違いなんですけども、間違えて買ってしまったっていうことでね、これはね後々買い直さないといけないなと思うんですけどね、間違えて買ってしまいました。そしてこちらのメタリックオリーブに関しては普通に買ったんですけども、ロフトから最近ね限定として出たスマッシュとなっております。ターコイズブルーなんですけども、メタリックマリンブルーに関してはこれとちょっと似たようなカラーリングとなっていて、ここの口金の部分がメタリックになっているんですよね。ということでね、今回のメタリックオリーブに関してもこのように口金がメタリックになっているわけなんですけども、こちらは新しく出たロフト限定スマッシュということで、2022年の4月に行った新色人気投票の上位になったカラーリングということで、こちらの2本、ちょっと2本って言ってもねこれはちょっと違うんですけどもね、こちらが出たということでね、早速買ってまいりました。ちょっとこれはねまさかのね第5弾ということで、買い直さないといけないなと思うんですけども、まあ自分のお金なんでね、今後なんかこれはプレゼントとかにしようかなって思っておりますね。まあこんな感じで2色出たっていうことで、このメタリックオリーブに関してね、なかなか渋いカラーリングでかっこいいんじゃないかなと思いますね。このメタリックのカラーリングにね、渋めのオリーブっていうことでね、なかなかヴィンテージ感があってね、かっこいいデザインなんじゃないかなと思います。ということでね、こちらとなりました。続いてはこちらとなりますね、ペンテルのグラフ1000リミテッドのロフト限定カラーですね。なんとグラフ1000もロフト限定で登場したということでね、こちらも3色全部買ってみました。上から透光色、裏葉色、酸性っていうカラーリングっていうことで、ちょっと変わったネーミングセンスなんですけども、日本の色をテーマにしたグラフ1000ということで、このようなカラーリングとなっているらしいですね。ちょっと柔らかいカラーリングになっていて、ね、優しい雰囲気なんですけども、グリップと口金の部分に関してはグレーになっているので、ここはちょっと色を揃えて欲しかったなっていうのはありますね。なんですけどね、なかなかいい色なんじゃないかなと思ってね、この3色を買ってみました。続いてこちらですね、ゼブラのサラサグランドのカシスブラックとなります。実は最近サラサグランドはリニューアルしまして、なんとねマイナーチェンジして新登場したということで、早速買ってみました。まあこれは後々レビュー動画出すんですけども、従来のサラサグランドよりもちょっとね改善された点があるらしいのでね、結構気になるなと思って買ってみました。今回カラーリングがカシスブラックっていうことで、なかなかいい感じの色合いなんじゃないかなと思ってね、まあ、軸の色はピンクなんですけどもね、かっこいいなと思って買ってみました。
カシスブラックってどんな色なんですかね。結構気になるんですけどもね、まあ、これは後々レビュー動画を出そうかなと思うのでこの辺にしておきましょう。続いてはハンズで買ったものを紹介しようかなと思います。ハンズで買ったものはこれだけですね。はい、こちらとなります。ステッドラーのレザーペンケースのネイビーとなります。こちら前々からめっちゃ気になっていたペンケースなんですけどね、ようやく購入することができましたね。こちらのペンケースは結構昔はね使ってる方が多かったんですけども、最近あんま見ないなと思って、どんな感じなのかなと思って、今後これで筆箱紹介とかをしようかなって思います。レビュー動画撮るか分かんないんですけどね、ここで開けちゃうと今後が分かんないのでね、開けないんですけども、今後これで筆箱紹介とかをしてね、おしゃれなね中身とかをやっていこうかなって思います。牛革製のペンケースになっていて、柔らかい素材になっているらしいですね。厳選した柔らかい一枚革を使っているということで、ね、いい仕上がりなんじゃないかなと思います。確か4000円ぐらいして結構高かったんですけどもね、まあ、値段相応のクオリティなんじゃないかなと思います。続いて最後は糸屋なんですけども、まずはこちらから紹介していこうかなって思いますね。はい、こちらラミーなんですけども、こちらは最近出た限定カラーとなります。ラミーサファリの2024年限定のバイオレットブラックベリーというねカラーリングとなります。実はですね、3月8日から銀座伊東屋で先行発売されていて、多分2ヶ月後ぐらいに普通に発売されると思うんですけども、先行発売ということで早速買ってみました。確かこれ以外にももう一色カラーリングがあって万年筆もあったんですけどね、今回はシャーペンの方を選んでみました。ラミーサファリ久しぶりに買った気がしますね。まあ、いろんな特徴を持っているのでね、これも後々レビュー動画出すと思うんですけどね、なかなか渋めでね大人っぽいカラーリングなんじゃないかなとも思いますし、バイオレットブラックベリーっていうことでね、このね黒に近い紫っていうのがねめっちゃかっこいいなと思って買ってみました。これは3000円でしたね。僕がラミーサファリ初めて買った時は2500円だったんですけどもね、値上がりしてしまったのかな、多分そうだと思うんですけどね、これを買ってみました。はい、続いて最後なんですけども、最後に関しては正直これは近日の動画を待っていただけたらなって思っております。ここでちょっとね見せるわけにはいかないんですけども、外箱だけ見せちゃいましょうか。カランダッシュって書いてあるんですけどね、多分ね一番高いペンなんじゃないですかね。まあ今までねこういうね運満するペンっていうのはねもらったりっていうのは結構あるんですけども、自分で買ってたのだと一番高いんじゃないかな、まあ、それぐらいね奮発して買ったっていうのもありますし、20歳になったっていうことで20歳になったらこれを買おうっていうのも決めていたので、これはねマジでやばいと思いますよ。これに関しては近日動画で紹介しようかなって思います。